宮崎彩子は日本のアナウンサー、ボイスコンサルタント、ボイストレーナー。東京都出身、東京女子大学卒業。1961年、中部日本放送へ入社。1964年に開局時の東京12、チャンネル衛籍。1998年、テレビ東京を定年退職、フリーに。東京女子大学卒業後。 1961年に CBC へ入社。1964年開局の東京12チャンネルへ、同じく CBC から島田義雄アナと共に移籍。パーソナリティー室所属アナウンサーとして、報道番組を中心に、教養番組、経済番組等多数を担当。女性ニュースキャスターの草明け。その後、報道局部長兼プロデューサーとして、報道番組、 気象情報番組等を担当。1998年にテレビ東京を定年退職後、フリーとして朗読、司会、ナレーション、講演などで活躍。現在、東京四谷でボイストレーニングスタジオ主催。また、現在活躍中のアナウンサー、キャスターの研修なども行っている。千田がや日本語教育研究所講師、大正大学アドバンテージプログラム講師。 HCC アカデミー講師 JCJ 代表委員等、球場の会参加のマスコミ球場の会呼びかけ人を務めているマスコミ球場の会、ありがとうございます。